こんにちは、速稼塾の久保です。なんかね、お金を貯める、お金を使わないようにするためのヒントをたびたびお送りしてるんですけども、今日はね、お金を貯めるための3つのヒントになります。この3つのヒントを実行に移すと本当にお金がね、爆速で貯まるようになって、あとね、人生も変わっていきます。というのが、考え方と行動が変わっていくからなんですよ。それでは早速行ってみようかなと思います。まずね、お金が貯まらない原因を絞るとすると2つぐらいあるんじゃないかなと思うんですよね。これを前提に聞いてもらいたいと思います。一つはね、ストレスが溜まるからお金を使っちゃうっていうことがあると思うんですよ。で、人ってのはストレスが溜まると、そのストレスを解消するために、まあ普段食べないものをね、食べてみたり、普段飲まないものを飲んでみたりとかね、そういう普段買わないものを買ってみたりするんですよ。そうするとフラストレーションっていうのはやっぱりね、消えていくんですよね。まあですんで、お金が十分あったら、なんかたまには外食行って気分変えたりね、お酒を飲んでみたりとか、飲まないようなジュースを飲んでみたりとかして気分変えるのいいと思いますし、まあ、買い物することによって、何がしかのね、ストレスを解消するってのもあると思います。まあこれは悪いことではないんですけども、ただね、今回はお金を貯めるための習慣ですから、このストレスとどう付き合っていくかってことをね、お話しなければなりません。これ後ほどお伝えします。で、二つ目の原因なんですけども、お金が貯まらない原因なんですけども、やっぱりね、ついで買いをしてしまうでしょう。何か目的のものを買いに行った時に、必ずスーパーとか販売店、ホームセンターには、歩いていくとね、ついでに買いたくなるような配置がなされているんですよ。これはスーパーマーケットに勤務していた私だからわかるんですけども、どの従業員も、社員とか幹部候補生なら、どんな配置、陳列をすれば、物がより売れるかってことをね、常々考えているんですよ。で、売り場買いっていうのも季節によって、天気によって、時にはね、曜日によって変えていくわけなんですけども、これはね、本当にね、購買効果を高めるんですよね。要するに売り上げを上げたり下げたり、コントロールできるんですよ。まあ、基本的に売り上げを下げるためにやる行動っていうのはないんですけども、売り上げを上げ続けるために、スーパーとか販売店っていうのは、あらゆる工夫とか、ポップ、音楽、匂い、こういったものを使っています。特に関連陳列ってやつは厄介で、一つのものを買おうと思った時に、あ、これも必要だったなっていうふうに思い出すような感覚で、いらないものを買わせるような策略が巡らされているんですよ。これ本当にね、販売戦略っていうのをね、学んでみると、おおよそ消費者がいらないものをだいぶ買わされてるなってことに気づくんですよ。ですから実際、今日お話しする中で、あ、こういうところに、買わなくていいもんがあったなっていうふうに発見するようなこともお話しますので、最後まで聞いてください。それではね、3つに絞ってお金を残すための習慣の変化、こちらの方をお届けしていきます。まず1つ目はね、お金のかからない趣味を持っていますかってことなんですよ。これね、何も難しいことじゃないです。すごく多くの方がお金のかからない趣味で、ものすごくね、気持ちが癒されるものがあるんで、それをね、ちょっと今回早速使ってみてほしいんですよ。私も毎日やってます。というのがね、趣味って大抵お金かかっちゃうんですよね。でも、私のこれから言う趣味ってのは、ほとんどの人に当てはまって、ほとんどお金がかかりません。まあ、聞いてみてください。それはですね、10代の頃の音楽、どんなものが好きでした？10代の頃ですよ。私はすでにもう30年前とか、30数年前のことになりますけども、チェッカーズとかね、吉川晃司とかね、プリンセスプリンセスとかね、世紀末とかね、ラウドネスとか、メタリカとか、こういったものが思い出されるんですよ。もうちょっと掘り込んでみると、水谷まりちゃんとか、菊池桃子ちゃんとかね、こういったアイドル系の曲も、ぽわっと浮かんできますね。うん。なんか、酒井のり子ちゃんってのもありましたかね。で、何が言いたいかというと、この10代の頃によく聴いていた音楽を思い出してね。で、それをスマホとかに曲をダウンロードして、そしてその曲を聴きながら、ウォーキングを20分ぐらいするんですよ。これね、試してみると実際ね、習慣化しますよ。ものすごく、あ、これいいなって思ったり、なんかさっきまで抱えていたストレスとかをね、忘れるんですよ。ほんとこれすごいなと思いますんで、しかも健康になります。ウォーキングするわけですから。じゃあ時間、かなりかかっちゃうんじゃないですかって。いや、20分で決めてやればいいですよ。20分ってことは、聴いてる曲が4曲か5曲ぐらい回る間ですよね。で、実際やってみると、1時間ぐらいやっちゃうと思いますよ。で、これがね、本当にね、癖になるんですよ。で、あ、そういえば長渕剛も聴いてなかったなって感じで、まあ長渕剛さんは今でもね、いっぱい曲出されてると思いますけども、当時の曲ですよね。グッバイ青春とかね、純恋歌とかね、アルバムで言ったらライセンスみたいなね、あんな感じの、あの頃の曲っていうのを聴きながらウォーキングすると、すごくいい気持ちになって、抱えていたストレスが何なのか忘れちゃいますね。これが一つ目のお金のかからない趣味の代表格です。
で、他にもお金のかからない趣味ってあるんですけども、今日は割愛して、多分これだけで試してみようって気になった方いるんじゃないですかね。で、二つ目なんですけども、二つ目はね、掃除をするといいです。何かね、ストレスが溜まったりとか、なんかね、わだかまった時に買い物をしてしまうんじゃなくて、何かね、余計なものを食べたり飲んだりするんじゃなくて、どこでもいいんで掃除をしてください。自分のいる部屋でもいいですし、自分の机の上だけでもいいですし、まあ冷蔵庫の中の掃除ってのもいいですね。冷蔵庫の中の掃除だったら早く終わるでしょ。で、そうするとね、何がいいかっていうと、ここが冒頭でお話したポイントなんですけども、掃除をするときって必ず物を捨てると思うんですよ。中には封を切ってない、買ったばかりの状態のものを捨てるっていうこともあり得るかもしれませんし、そういったものを見つけて、あ、これ買ったけど使ってないなって気づくことがあると思います。それが無駄遣いとついで買いの正体なんですよ。で、これを発見することが掃除の効果なんですよね。だからこれをね、日々見つけていってください。そしてそれを勇気を持って捨ててください。きっと捨てたところで困んないんですよ。で、私の生活習慣の中に、3日使わなくなったものは3年使わないっていうものがあって、3年使わなければ一生使わないっていう概念があるんですよね。まあですんで、3日間使わなかったものとか、3日間その存在を忘れていたものっていうのは、どんなものでも捨てて構わないのかなと思います。まあ例外的に衣替えをした時の夏でいう冬服、冬でいう夏服っていうのは、まあ捨てたらまずいかなと思いますけども、そういうのもね、実際捨てても全く困らないってことがわかります。そればかりか、捨てるって言ってもね、全部捨ててしまうんじゃなくて、衣替えの時に何着か捨てると、すごくシンプルになって、次に買えばいいものっていうのがはっきり分かったり、実際にいっぱい夏服ってあったけども、T シャツっていっぱいあったけども、大半着てないなってことに気づくんですよ。ね、毎日数十枚ある T シャツを吟味して1枚を決めてるわけじゃないですよね。たまたま手元にあったものを、まあ、相当気に入らなければ別ですけども、パッと着ると思うんですよ。で、手元にあったものってどういうものかっていうと、洗濯で干したものを一番上にボーンと置いたから、同じものがね、ヘビーローテーションしてるんですよ。で、そこにあるものとか、目立たないところにあるものってのずーっとそのままですよね。ほとんどコレクションになっちゃうんですよ。まあですんでね、掃除をすると、いろんないらないものが見えてきますんで、それを捨てることによって、いらないものをね、発見ができるんですよ。あと一つ、掃除が終わった後に、何とも言えないような達成感があります。やっぱ気持ちがいいってことなんですよ。そうするとね、掃除をすることによる解消されたストレスっていうのが、本来持っていたストレスに打ち勝つんですよ。要するにこれをね、疑似解放って言うんですけども、こっちの問題は消えていないんだけども、こっちの問題を解消したことによって、こっちもなんか和らいで、ね、なくなってしまったかのように感じるんですよ。ですんで、こっちで起きた根っこのストレスを解消するためにお金を使ったり買い物するよりも、こっちはほっといて、こっちの新しいね、小さなストレスを発見して、それを消した方がいい。それが掃除なんですよね。冷蔵庫の中の掃除とか早く終わりますからやってみてください。そうすると、こっちがスッキリしたらなぜかこっちもね、なんかスッキリしてるんですよ。ということで、本題にあるストレスが消えて、暴飲暴食とかね、余計な買い物せずに済んだってことになります。その分だけお金貯まるでしょ。ということなんですよ。じゃあ三つ目なんですけども、うん、これはね、より見直すといいと思いますけども、買い物をする日を決めるってことですよね。もうね、必要なものがあったから買い物行こうじゃないんですよ。買い物に行く日は、例えば、毎週金曜日に行くぞって決めたら金曜日しか行かないんですよ。で、金曜日に買うものをずっとリストアップしておくんですよね。そうすると、リストアップはしたんだけども、金曜にいざなってみたらね、これいらないなってことに気づいて、リストから消すみたいなことがあって、実は、買い物に行く日を決めると、必要なものがね、炙り出されてくるんですよ。だいたい欲しいな、必要だなと思っても、それっていうのはね、一晩経ったら消えることが多いです。でも、こういうことがあると思います。例えばね、トイレットペーパーがなくなっちゃったら買わないと、みたいなね。それはすぐいるでしょってことなんで、それはね、最初はそういうのが起きるかもしれませんけども、そうなるとこういうふうな考え方にもなるんですよ。トイレットペーパーを買う。で、自分の使ったペースは、あまりね、イレギュラーが起きなければですけども、だいたい1年で何個とか、1ヶ月で何個とかって見えてくるんですよ。そうなったら、金曜日に、例えば1ヶ月分買っとくとかっていうふうにしといて、あと以降ね、ずっと買わないみたいなね、ことができると思います。私の場合は、空間があるんで、だいたいそういった生活消耗品は1年分買ってますね。だからトイレットペーパーももう何ヶ月も買い物に行かないとかね。ティッシュペーパーも何ヶ月も買い物に行かないとか、キッチンペーパーも何ヶ月も買い物に行きません。で、しかも買った日ってのはもう本当にね、特売狙いなんですよ。特売の時にボーンと買って終わりですよね。もしくは通販で、先日もありましたけども、スーパーペイペイ祭りでごそっと買っておいて、それを1年分とすると。だからなくなるたんびに逐次投入するんではなくて、ある一定の期間、例えばね、一年。まあ、私の場合一年なんですけども、一年分、ぶわっと買っておくんですよ。
で、在庫に困るようなスペースがない方はこれやらない方がよくって、例えば1週間分買うとかっていうことになっちゃうんですけども、それでもね、1週間に1回買い物行けば済むでしょ。なくなったたんびに買い物行ったら時間もなくなっちゃうし、ついで買うよう誘発されるケースがその分だけ増えるんで、お金を使う場所にはなるべく行く回数を減らすっていう習慣を持つことが大切です。ということでね、今日は3つのヒントをお届けしました。まずは趣味ですよね。2つ目が掃除をすること。3つ目が買い物行く日を決めるってこと。この3つを決めるだけで、極めてスピードを速くお金が貯まっていきます。いやでもね、今日のまとめになりますけども、特にね、趣味の段階ですよね。10代の頃に聴いていた音楽を聴くってすごくいいですよ。もうね、こういったね、ワイヤレスイヤホンが手放せなくなりますよ。これはね、2000円ぐらいで買ったワイヤレスイヤホンなんですけども、すごく使い勝手が良くって、しかも、外の音も聞こえながら音楽も聞こえるんですよ。ですんで、会話の邪魔になることもありませんし、例えばウォーキングしてる時に車が来てるのに気づかないってこともありません。ですんで、こういう風なね、2000円から3000円で買えるワイヤレスイヤホンがありますんで、それを買っていただいて、スマートフォンにね、自分のお気に入りの曲をダウンロードして、で、聞きながらね、20分ほどウォーキングしてみてください。これすぐやってみてください。別にウォーキングしなくても、ただ聞いてみてください。1曲だけでもいいんで。多分ね、これね、長い趣味になりますよ。そしてね、ストレスはすっごく遠くに行きます。これはね、すごいと思いますよ。特に40代、50代の方。10代の頃、青春の頃に聴いた音楽をもう一回聴いてみてください。いろんな勇気とかも湧いてきますし、本当にね、人生変わるんじゃないかなと思います。それでは本日は以上です。